気にしないで。とにかく今は黄昏から逃げなきゃ。合流地点まで行けばきっとみんなが助けてくれるはずだから。僕がおとりになる。その間に君はルパンたちと合流してほしい。また後で会おう。どうして？時間がないんだ。君はすぐにでもジクテリウムを。多分それは愛って呼ばれる感情じゃないかな。僕には愛される資格なんて。
アレスタ、もう追いついてきたのか。作られた怪物が愛を口にする、とても滑稽で、しかし切実だ。私は君という存在に興味を覚えたよ。僕たちを捕まえてどうするつもりだ。どうするか、それは私ではなく女王陛下に伺いたまえ。悪く思わないでほしい。こういう汚い仕事をするのが我々なのだ。だが女王は一つ君たちに選択の余地を与えるという。君たちにジクテリウムを入手してほしいとのことだ。そうすれば君たちを自由にすると。何？シュタイン博士、君の仲間たちがある手がかりを手に入れたようでね。ジクテリウム開発に関わった者、その屋敷へと黄昏も出向いたのだが、すでに目的の情報は奪われた後だった。研究者の手記、そこにジクテリウムの在りかが記されていたことは間違いないのだがね。その手記が奪われた以上、私たちにはジクテリウムの在りかを知る術はない。その通りだが、そのために動くのは君一人だ、シュタイン博士。君はその間我々の監視下にいてもらおう。なんだって？なんで彼女？なぜと言われてもな、そのまま逃げられては目も当てられん。どちらかを人質にするのは当然だろう。ああ、知っていると。ゆえに時間を決めるとしよう。そうだな、4時間の猶予をあげよう。その間にジクテリウムを探してほしい。君たちの話は聞かせてもらった。ジクテリウムさえあれば彼女は助かるのだろう。ならばいずれにせよ君のやることは変わらないはずだ。ジクテリウムを入手できなかったら、その時は、そうだな、彼女の怪物化は我々が未然に防ぐとしよう。少々手洗い方法になるとは思うがね。彼女を殺す気か？想像にお任せしよう。はったりだな、アレスタ。お前は嘘をついてる。ほう、どういうことかな。ビクトリアは彼女の死を望んでない。彼女に兵器としての価値を見出したからだ。だからアレスタ、お前に彼女を殺す命令が下るはずがない。なるほど、君の言い分はもっともだが、残念だ。私は彼女を殺すことに
わずかなためらいもないよ。な、女王を裏切る気なのか。裏切るとは人聞きの悪いこと。うっかり手が滑ってしまうことなど誰にでもあるだろう。それは君の知るところではない。だがより美しい世界のためとだけ言っておこうか。さてシュタイン博士、時間はどんどんと過ぎていくよ。なんなら駆け足で行くことをおすすめするがね。お前の言葉に従って彼女が無事に解放される保証は。保証？うん、そうだな。そこは彼女自身の価値を信じてもらうしかないだろう。彼女の兵器としての価値をね。とはいえその価値もジクテリウムがあってこそのものだ。コントロールできない兵器に価値はない。理解したかね。どうあっても君はジクテリウムを手に入れなければいけないのだよ。簡易的だが、通信装置を用意しておいた。君にはこれを身につけてほしい。それと、シュタイン博士、君にはさらに監視をつける。何か妙な真似をしたり、君の仲間が事情に感づいてしまった場合、また監視が君を見失った場合には、君の大切な人形はあっさりと壊れてしまうことを忘れないでくれ。でも、話に割り込んでしまうが、そうすると君自身はどうするのだね。ジクテリウムがなければ君は。ジクテリウムは必ず手に入れる。その代わり、彼女の身に何かあったら。思わず
身震いしてしまいそうな殺気だ。よかろう。ひとまずはおとなしく君を待つ。僕を信じて、君を救うという言葉は絶対に嘘じゃない。すぐに戻ってくる。どうか無事で。やれやれ、乱暴なお嬢さんだ。諦めないで。僕はまだ何も諦めてない。必ず迎えに来る。急がなきゃ。情けない。ジクテリウムを見つけて、そのまま破棄すること。けど